で、多分私もちょっとね、お顔を覚えてるんですけども、楽しいお話をしていて、中でも思い出されるのが、昨シーズンの、あの話で、あの、5月20日お誕生日だったじゃないですか。そうですね。はい。その時に、豊橋で、地元豊橋で、あの、試合があったと。そうなんですよ。はい。で、その話しましたね。なんか、そうですね。小木星が、うん、サヨナラホームランって。そう。で、去年の年明けに、うん、今年は何してくれるんですかみたいな話したんですね。はい。そしたら、なんと、誕生日ですよ。なかなかない。そうなんですよ。僕がその、日程をもともと知らなくて、はい、で、人に言われて分かったんですけど、はい、でも、まあ、誕生日に豊橋かと思って、うん、で、まあ、いざ当日になったらスタメンじゃなかったんで、あ、まあ、そうです。なんかいいことないかなぐらい思ってたんですけど、そうです。せっかく豊橋だしね。そうなんですよ。うん、ちょっと、できすぎましたね、あれは。すごかったです。6回の裏、代打で出場して、そうですね、タイムリー。そうですよね、打ちました。そうですね、で、7回の裏、もう、はい、あれ実はもうタイムリー打った時に、はい、僕それ変わると思ってたんで、なんかいいとこ、なんていうんですかね、いいイメージだけで、あ、今日は終わったなと思ってたんですけど、はい、そのまま出ろって言われたんで、ええ、まあ、ちょっとどうしようかなと思ってたんですけど、うん、いいとこ残したいけど、もしかして次はってなったら、ね、あんなことに来たんで、うん、ね、なかなか漫画みたいです、自分で言うのがなんですけど、ね、あの結構ね、こう野球漫画にあるようなこのドラマチックな展開といいますか、はい、7回の裏ね、すごかったですね、2アウト、2、3塁。ないでしょうね、ああいうことは。ね、今年はね、期待しないでほしいですね、だから。どういうことをおっしゃるんですか？もうあれ以上はないです。期待してますよ、あれ以上皆さん。僕が、あとそれこそ、はい、あのピッチャーで投げるしかないですよ、あれ以上。じゃあもうね、豊橋。完封ぐらいすればいいですけど、うん、あれ以上は無理だと思いますね。守備替えですか？もうこれ以上は期待しないで、あの、はい、皆様、温かく見守ってほしいです。いやいやいや、多分ね、ファンの皆さんは、あの、もう、だってね、豊橋といえば藤井選手ですから、期待高まりますよ。まあでもこの誤解があって、僕豊橋って何にも打ってなかったんで、今まで。この去年、一昨年2年間だけなんですよ、活躍したの。意外ですね。だからあの、豊橋以外でも打ってくださいねって言われるのがすごい嫌です。え、そうなんですか？すごい嫌です。豊橋以外の方が打ってるのにと思ってます。豊橋ばっか引きしてみたいなのが嫉妬がね、なんなんでしょうね、うん、あると思うんです。まあでも、うん、地元の人は喜んでくれてる。そうですよね、なんかあの、ね、せっかくっていうことで5月20日の豊橋戦は皆さんこう球団でタオルも、ね、はい、作ってくれて、そうみたいですね、記念のタオル掲げて、はい、おかげさまで売り切れなんですよね、売り切れ、藤井さんでみたいな感じで、僕にあんまり入って反映されてるかとかわかんないですけど、マージンは来なかったですか、どうなんでしょう、ちょっと入ってるかな。なるほど、はい、でもね、まあ、豊橋でも活躍されましたし、で、豊橋で、まあ、活躍して、じゃあ名古屋でも活躍してくれよと、そういうことがあったと思いますが、でも私の記憶ではあったと思うんですよ。と思うっていうのあった？ありましたね。はい、と思うっていうのもあれなんですけど、そうなんですか。ありましたですよね、はい、うん、私も忘れられない試合です。そうですよ、はい、知ってる方もね、いらっしゃる、もしかしたら、ほら会場にいてくださった方もいるかもしれないですけど、みんなね、こう、はい、掲げてくださってます、スポーツとかね、スポーツチームとか、あの試合に、どの試合か分からないですかね、分かりますか？皆さん多分ご存知だと思います。僕のあのサヨナラホームランを打った試合、ね、みんな覚えてますよね、あの女性にピンクのユニフォームが配られた、そうそう、ね、女性もうなずいてらっしゃいます。その時に球場に来られてた人いますか？いますか？おお、結構いる。こんなに人が来てたはずなのにね、球場はガラガラなんですね。なんでしょうね、ちょっとどうですかね、これね、またちょっと多分ぜひぜひ来てください。そうです、ぜひ遊びにね、いらしてください、はい、あの日はね、本当にすごくて、7月12日、ね、そうなんですよ、球場の雰囲気が違いましたね、やっぱね、やっぱりやっぱこの女性のね、はい、なんて言うでしょうね、いい匂いがしてますよ。